どうも、暑いですね。しげちです。今回はソロですね。フェンサーソロで難易度ハードでやってまいります。前回は海辺の回、レタリウスに苦しめられました。今回は、異邦人の帰還ですね。これをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、ここのミッションは市街地に侵入した巨大生物を殲滅するミッションです。フォーリナーのマザーシップが作戦エリアに近づいており、空軍がこれを迎撃します。地上部隊、そうですね、我々は、巨大生物との戦闘に専念するということですね。まあ、フェンサーさんはそのためにいるようなもんなんで、頑張っていきますよ。さあ、よろしくお願いします。出撃、ハード。いやー、暑いっすね。結構もう暑さにやられちゃってみる感があるんですけども、まあ、頑張って地球は防衛していきたいと思います。皆さんもね、熱中症とかには気をつけましょう。特にゲームに熱中しすぎはダメですよ。水分ね、取らないとね。まあ僕んちは、俺の部屋だけ空調がないっていうハーデスト仕様なんで、でも結構ね、自分んちマンションなので、風が入ってくるんでね、涼しいっちゃ涼しいですね。うわぁ、来た。いつ見てもこれを見るとたこ焼きを想像してしまうのが僕の悲しいところ。デススターみたいですね。ちっちゃい。世界の主要都市へと進行を開始しました。ゴジラファイナルウォーズとかにもなんかこんな感じのマザーシップが出てきたようなうわ、海を反射し、きれい。反射してる。で、今回持ってく武器はですね、使いやすいミサイルですね。住宅街が舞台なので、上から強襲する高高度ミサイルですね。あれと、まあ、片方は近接武器です。で、武器にも、武器セットにもですね、そんな感じですね。ガトリングとフォースブレード。フォースブレードであってんのかブレードですね。基本的にはね、極端なミッション以外はこのオーソドックスな感じが使いやすいです。これなら誤爆も少ないんだよね。撃ちながら毎日進んできて、危ねえ。これね、EDF が減ると結構ここきついんで大事にしましょう。降りてこんかい。近くのやつこれ結構このね、ボル系のハンマーは範囲が広くてなかなか使いやすい。あと2匹か。うい、えい、危ねえ。俺に近づくな。 EDF サイン危ないぞ。巻き込んでもおっさん知らんぞ。イエスは言われた。たまにね、独り言っていうか、こう実況撮ってると、こいつらがイエスだって言ってくれるときはね、会話してるような感じになります、ね。ああ、まずいです。まあ、たまたまですけど、よいしょ。うわ、離しちゃって、ボタンを。まあ、常にボール系のハンマー、ためっぱなしですね。これでこうちょっとキャンセルして離れる。俺を撃つんじゃないよ俺を撃つんじゃない。こいつら前に行かせないとね、撃たれますんでね、後ろから。援護してやる。これでビルに当たった。あ、隊長が死んだな。アリさん、飛んでったぞ。衛星兵はこのゲームはいねえんだよ。まあ衛星兵になることもできますがね。
NPC ではいないんですかね。戦え、ちゃんと。やったのは俺かもしれん。やったのは俺だ。ほら。さっき放ったミサイルが今頃着弾したみたいですね。ではですね、例によって相手マス目はしていかない方法なんで、あの前に押してるアーマーぐらいですかね、取るのは。武器は別だかな、うん、まあいいや、あれは取らせて、こんぐらい取らせて。じゃあアリさん戦いながら取れば大丈夫ですよね。結構6本できますね。6発分か ?2、4、6、6発分ですね。お、撃たれた。超破壊光線アリも吹っ飛んでたように見えたけど、容赦ないっすね、敵味方。トリブレーナフェンサーさんは、フォーリナーは巨大生物が地球を汚染するのを待ってやがったに違いないぜ。もういないかな。巨大生物を撒き散らし、あとは待って。いた、あれまで来てた。バラバラになった。まだいるな、ここに。ジャンプギリ、あらら。これ残しておきましょう。あんま油断してるとね、あれですよ。回復ないとなりますんで、回復はちょっと適度に残しておいてますね。敵。わ、来た。大丈夫。むしろフォーリナーは少し早く戻りすぎたのか。止め。食らうと痛いので、ここら辺で戦うか。よし、よー、バラまくていい。そして着地としてはこれでカバーだ。これブーン、これブーン、あ、当たってね。結構囲まれとります。瓦礫が邪魔で、うらら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 ら、ら なぜ俺がガトリング率が多いかって、それは気持ちいいからだけでバラ巻き感がおらしな。この名作デルトスクロールアクションのエイリアンブースプレデターでもあれを使ってましたね。シェーファー、ショーカー、ハイカー、どっちだ、ダッチシェーファーを。確かあのおっさんこういう技があります飛び上がりながら
スマートガンを腕を改造して銃を撃つっていう出てきて風か。高高度強襲ミサイルの弱点は言うとすれば到達までに時間が長いってことですね。上から行くんで、その間牽制してあわよくば倒せたら OK かなって感じですね。あの武器は暴走したこれ取らせろ、これ取らせてくれ。また来るのか、輸送船がいいのか。これ確かここは輸送船を落とす必要はなかったようなミッションだと思うんですがね。違ったっけ？マルチとかでなんかね、一通りはやってるんですけどね。あんまり覚えてない。覚えてたり覚えてなかったり。しかもフェンサーでやってるわけじゃないんでね。あの甘いや。これでいいですか。これだけは取ってる。これだけは取らせてください。体力はいいんですね。あ、ドローンじゃないか。どこ撃ってない、あ、EDF がいるんですね、あそこに。じゃあこっちだ。これだ。あ、いで、何今の。なんだなんだ。一気にピンチになったぞ。なんで地面に当たったんだ今。こいつらの攻撃で即死することはないはずなんで、上の攻撃、上のアイテム倒せますね。フェンサーさんのね、不思議なとこはね、戦えば戦うほど体力満タンになってくっていうね。あと聞く場合によるんですけどね。やばい、意外とやばいぞ。やばいな。あのよくわからん誤爆があったせいでやられそうだ。意外と対空にはこの剣が使いやすい。そしてこのガトリングである。どれやアイテムを集めていきたい。後ろも注意しとかなければ。ダメ。クリア優先しました。よし。
あぶねえ。2しかねえし。ギリギリでございましたね。あぶねえ。ガトリングありがとう。助かった。いやー、まさかのあのよくわからん誤爆。ああいうこともあるんですね。危ないですね。ジャベリン、カタパルト。なんだあれ。いや、意外と誤爆が危険ですね、このゲームは。余裕雰囲気でいってるとああなるんで、次回から気を引き締めていきたいと思います。これを反省してね。なんで、次回も、ご視聴のほどよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。失礼します。おやすみなさい。さよなら。